ピクリン酸については覚えてほしいことが3つあります1つ目はピクリン酸めちゃめちゃ強い酸性示しますフェノールっていうのはあとちょっとまあまとめてはいくんですがフェノールっていうのは弱酸でしたま実は酸の強さ以前もやってますので塩酸、スルフォン酸、カルボン酸、炭酸、フェノールとか言いましたから炭酸よりは弱い酸なんですね ところがフェノールは弱い酸ですが NO2 がくっつくことによってピクリン酸はめちゃくちゃ強い酸性を示します強酸ですそしてピクリン酸は黄色です黄色結晶になります黄色ですね、まあ、NO2 くっついているものは基本的に黄色っぽくなるよとそしてピクリン酸は爆発性があります この3点頭の中に残しておいてください。ということで「フェノールはオルトパラ配構性なのでオルトやパラの位置が痴漢反応を起こりやすく強くニトロ化すれば全て置き換わったピクリン酸になるね」じゃあもう少し見ていくことにしますね。